こちらの「延長九伝物」は現代では不適切な表現がありますが作品を尊重して読みますことをお断りいたします塩原助一代記第四編第四回少女彩にかかりかえって幸福を得老婆恩を説いてまさに邪悪をたくましゅうせんとす場面一 角右衛門が岡目を連れ帰って、12、3年後、角右衛門が江戸に用事に行った際に火事に遭います。用語解説、牛年の火事、1829年3月21日に起こった大火のこと、仕事死、火消しの飛びの者の,のこと、引き続きますお話は、 塩原助一代駅でございますこれは文化文政の頃まで大評判のもので本庄相生町におりまして地面の24箇所も持ち墨巻の大問屋でございますがわずかの間に儲け出しかような大信大になったと申しますが何でもその頃はまだ世の中が開けん自分でございますが当節はおいおい開けてまいり 幸せのこととととにはいいうものがとんんとございませんこれは矢作りが石作りあるいは店蔵になったりまたはレンガ作りになりましたのでまあ火事がございましても焼ける道が塞がっておりますから大きな火事はございませんが平県昔は折々大火がございましたことで牛年の火事馬年の火事 あるいは佐久間町の三味線屋火事などいろいろ大火もございましたその中で一番大きいのは本郷丸山本明寺火事目黒行人坂の火事これは皆さん方もご案内のことでそれに赤坂の今井谷から出まして麻布十番から古川増式綱塚を焼き払い三田寺町聖坂から 三角へかけ田町へ出ましてこれが品川で鎮火いたしました大きな火事でございましたがこれが法暦10年2月4日の世に出まして一日おいてまた6日に出火いたしましたのが神田幡子町から佐久間町を残らず焼き払いついに浅草茅賀町2丁目まで延焼し見つけ起こして 両国へ飛び引いたし、両国一面の火になって、幕路町を焼き、横山町三丁目残らず、本町通りを出て、日本橋通りから江戸橋の方へ焼け、四日市、小網町一面の火になり、深川へ飛び火いたし、深川一面の火となり、ようやく沈下いたしました。するとその翌晩 また、芝新明前から出荷いたしまして、芝片門前、本芝残らず焼き払って、小浜まで鎮火いたしたった二日の間に江戸半ばを焼き尽くしましたが、これは平賢昔のお話で、ただいまかようなことはございません。田舎のお話も、この時分のお話をいたしますと、 ととんと嘘のように聞こえます。沼田下神殿などと申しますと甚だしい山国の片田舎のようでございますがただいまでは沼田から前橋まで人力車で参られ前橋から汽車に乗りピーッと上野までたちまちに来られ一日のうちに東京から行き帰りができますることでおいおい開けて参りましたゆえ これからは鉄道が日本国中へ雲の巣をかけたようになりますそうですがまあどのくらい便利になるか知れませんがその頃はちょっと旅立ちするにもなかなかおっくうなことで田舎のお方が江戸見物に出るにも泣きの涙で出ましたもので江戸っ子が上方見物に行くにも実におっくうなことに思い 留守中どういうういことのあろうも知れんひょっとこれが長い別れになるかもしれないと言って水杯などをして掘物だらけのいなせな兄がおいおい泣きながら川崎あたりまで送られてまいりそんなら達者で行ってきなよおっかあのことを留守中何分頼むなぞと言って泣き出しまするこれが どん縁へでも行くのかというと、わずか130里ばかりのところへ行くにも、この通りでございますが、ただいまでは大違いで、君、カバンを下げてどこへいや、ちょっとアメリカまで行ってきます。などというようなわけで、隣の家へでも行くように思っていらっしゃいますが、その頃、沼田下神殿と申しては、 ずいぶん山国の片田舎でございました。さて、おかめは角右衛門に連れられ、ここへ参りまして、一年半ばかりおりますうちに、格右衛門の女房が見まかりましたが、角右衛門もまだ追いつる年でもなく、ことに恋愛になっているおかめさん。助けさんにも、おばさんにあたるそうだから、これを、 後添えに直したらよかろうと村の者らがしきりに進めまするが角右衛門はなかなか堅固な人だから容易に承知せずあんな年の違っている若い女を女房に持っては世間へ対して誠によろしくないからと言って聞き入れませんのをそうでないあんたの跡目相続をする助けさんのおばなりことにあの子を可愛がって よく世話をしなさるから女房に持つがよいと文家の者はじめ村方一同の勧めにやむを得ず承知いたし不思議な縁でお亀を後添えに直しましたこれから十二年たちましてのお話で「ちょうど法暦十年に相なりますから角右衛門は年が五十四歳になりました」。 八という奉公人を共に連れ、江戸見物ながら余儀ない用事があって、国元を出立いたし、幕露町に宿を取っておりますると、2月4日の大火で、赤坂今井谷から出火し、品川まで焼け込んで鎮火したと申しますから、おっかねえ混んだと思っていると、また一日置いて、神田旗子町から出た火事は、全申し上げました通りゆえ、 格栄門も暴露帳を焼き出され小八は大きな包みを背負ってせっせと逃げ出しましたが往来往来ありゃありゃなどと言いながら大きな荷を担いで右往左往に駆け回るこちらからはお使い番が馬に乗ってかけてくる仕事師はまといを振りとびを担いで威勢よく繰り出してまいる騒ぎに2人は ままんしししながががらようやく逃げ出たありません58旦那さんおっかねえじゃねえかおとといでっけえ火事があってまた今日こんな火事が始まるとはおっかねえ今度江戸は火早いとイいやんすがこんなにでっけえ火事がこう続いてあるとはたまげやした火に追っかけられるようだよ危ねえとも危ねえとも あんなどうも先のとんがった飛び口を担いでかけていやすから頭へでもぶつけられて怪我でもしては大変でがんす旦那さんどけへ逃げやすかかくえもん俺も初めて江戸へ出たのだから困ったしようがねえがこの間一度訪ねた小網町の積みにどりやなあそこへ行くべえとこれから 小網町へ参りますとこの火事が日本橋通りから江戸橋四日市小網町へ焼け込んで参りましたゆえ角右衛門はまたここを焼け出されました場面2角右衛門と五八は火事に追われるように逃げている時一人の娘が土ブに飛び込もうとしていたので助けます用語解説 おあたり元幕府の材木蔵のあったところ現在の両国橋の北辺り梨路蒔絵の一種五八おっかねえところだ江戸ってところにゃ二度と再び来るところじゃねえ火に追っかけられているんだね旦那さん時計逃げべえか しかたがねえほかに雪どころもねえから深川の出船宿へでも行くべえ」と深川高橋までまいりほっと一息つく間もなくまたここの火事が飛び火がしまして深川一面の火となり火の粉がパラパラ落ちかかりますから「旦那さんまた時計逃げべえねえ時計も雪きようがねえ」。 ああ、二度と再び来るところじゃありゃしねえ。潮がね暴露黒町は焼けてしまったから、板橋へでも行って泊まるべ。板橋まで焼けてきえやしねえか。そうしたら、沼田へ消えるべ。沼田まで焼けてきたらどうするばかあいえ。と言いながら、二つ目の橋を渡り、お竹倉あたりまで参り、 ほっと一息つきながら、後ろの方を見返せば、天は一面に梨地の色を表し、火事の明かりで往来を見えすき、人々皆疲れて一人も出るものはなく、往来はぱったり止まってしまいました。世もだんだんと老け、以前のお竹蔵前で、闘魂交番所のあるところから、 割下水のほうへかかりますと、女のかなきり声で、あれ、人殺し、人殺しと言うから、隠右衛は気がつき、向こうをきっと見ますると、一人の悪者が、島田曲の女を捕らえて、潮着するのみならず、娘のもったる包みをひっさらって逃げゆきました。後に娘は泣きたれていましたが 何を思いましたか起き上がり前なるお竹蔵の大土墓へ身を踊らして飛び込もうとする様子に驚き格右衛門は親切な男ゆえ駆け寄っていきなり娘のおびぎわ取って引きとどめ「おい娘っ子おめえこのドブへ飛び込むのか身投げじゃねえか?」なんだか様子はしんねえが男がおめえの荷物をさらって逃げ それに対層をぶたれた様子だが一体どういうわけでがんす。ありがとう存じますがどうぞお話しなすってくださいまし私は深川の火事で焼け出されおふくろと一緒に逃げてまいりまする途中おふくろにはぐれ一人でここまでまいりますと後からつけてきた悪者がいきなり私を突き倒し無事到着いたしまして。 大事な荷物を持って行ってしまいましたが、あの中には金子も入っており、ことに大事な串かんざしや衣類も入っておりますゆえ、あれを取られましては、お袋にどんなひどい目に遭わされ殺されますかしれませんから、いっそのこと死のうと思うのでございます。まあ、待ちなせえ、わしは田舎者で初めて江戸へ出てきたもんだが、 よくものを考えてみなせえ。泥棒に荷物を取られるくらいは、災難とは言いながらささいなことだ。このまあでっけえ江戸の火事をみなせえ。何千元ともしんねえうちが焼け、土蔵蔵を落とす中で、泥棒に包みを取られたぐらいは何でもねえに、おふくろにすまねえからと言って、このどぶへ飛び込んで、おっち死ぬとは年はいかねえが。 ああんまりり分別がありやしねえ話だ。おめえさんがおっかさんに会ってこういうわけのせいなんで取られたと言ってあんたがわびことをしたらおっかさんも聞かないこともあんめえ。でもどうぞお殺しなすってバカなことを言わねえもんだよ。あんたがおっかさんに言いにくければわしが一緒に行ってわびことをしてあげべえからあれさまあ。 心一芸をしちゃいけましねえ」と止めるも聞かず娘は泣いて身をもがき騒ぎまするに困りはて「しようがねえなあごちやごちや固形こう」なんだかねえ「早く固形出てこう」ど時計言った「おら人殺し人殺しというからおっかなくってたまりやしねえから ここに引き下がっておりやすのだ。今「今この娘っ子が見投げようとして止めても聞かねえからこけい来て手伝って教えてくれ」と言われはち出てまいり「何見投げるってよしなせえよすがええよこんなちっけえところへへえって死ねるもんじゃねえ。なあにかかさまにすまねえから見投げるだって。 よすがいいよ、死んじゃ命がなくなるよ。当たり前のことだ。娘っ子、わしゃ、田舎者ですが、この火事に焼け出され、あっちこっち逃げ回って、包みをしょったまま止まるところもねえので、ここらをうろうろしているところだが、あんたの死のうとするのを見かけ、どうもこのまま見捨ててゆくわけにはいきやしねえから、あんたのうちまで、 一緒に送ってあげやんしょうありがとうございますが私も焼け出されてうちはないのでございます赤坂の火事で焼け出され深川櫓下の親類どもへまいっておりますと今晩の火事で焼けてしまい雪どころはございませんしようがね困ったもんだねどうか探したら死んねえこともあんめえ58 どうか探したら死んねえこともあんめえ格門。わしらも暴露町から焼け出され小網町から高橋の方へ逃げ回って止まるところもないが何しろここは往来だからまあ一緒においでなせえ。58ここは往来だからまあ一緒に来なせえ。格 なんだ同じことばかり言ってやがる。と、三人連れ立ち、山の宿へ参り、山形屋と申す宿屋へ泊まりました。後半、場面一。角栄衛門が娘の身の上を訪ねると、また不思議な縁でつながります。用語解説。焼原べえ。焼野原ばかりでということ。見抜け。 遊女ややが見受けされるるなどしてめめをやめることだんだん娘に様子を聞くと私は三田の三角のあだやと申します引手茶屋の娘でお梅と申すものでございますがおかくと申す母と二人で深川ら下の親類内におりまするとまた焼け出され逃げる途中お袋にはぐれてしまい さっきの男に包みを取られましたがあの中には金子もあり大切な串かんざしに衣類も入っておりますからあれを取られたことを母が聞きますればどんなに詫びても許すことじゃございませんからどうぞ身を投げますからお見逃しくださいとばかり言っておりますゆえ隠右衛門も困り果てて困ったもんだね何しろ探してみましょう。 ほかにしようがございませんからあてもないことでございますが三田の三角へ尋ねに行きますのに若い娘を一人置いて心得違いなことでもあってはならんと存じまして五八をつけておき角栄衛門は出かけまして三角から深川をあちこちと3日の間探しましたがとんと心当たりもなく花の穴を黒くして 埃だらけになって帰ってまいりました。58おけえんなんし、旦那さん、しれやしねえかねえ。しんねえよ、どうも困ったもんだ。あの、なんとか言ったっけねえ。姉さん、まあ、こけえおいでなせえ。あんたも知ってのとおり、きょうで3日の間、探しやすが、何しろ、焼け払べえて、尋ねるところもなし。 地震盤へかかって尋ねてもどうもしんねえ。まことに困ったもんだが、こんなことを言って気にしちゃいけねえが、これほどの火事だって、なんぼわしらが田舎者だって、こうやって手間はかけて尋ねてしんねえわけはねえが、何しろ大火のことだから、おっかさんもおらと同じ五十の坂を越している人、ことに女のこっちゃあるし、 ことによったら、焼け腹へ突き飛ばされて、おっころんだ上に人がぶちのって、まあ、そんなこともあんめえが、焼け死んだようなことがあったら、あんたの身の上は、どこへ連れてめえったらいいか、死んねえから、それが心平でなんねえ。娘、ご親切様、ま、ありがとう存じます。私どものおふくろは、ことによったら、 焼け死んだかもしれませんが、焼け死にますれば、私の体は見抜けができて、かえって幸せでございます。かくえもん、ばなことを言うもんじゃねえ。年いかねえって、かかさまに小言言われるのがつれえもんだから、焼け死ねばいいなんぞと、かりそめにもそんなことを言っちゃすみましねえよ。いえ、本当のおふくろではございません。 嘘のお袋でございます。それに、心得違いな人で、悪いことばかりいたし、私は小さいうちから育ててくれましたから、仕方なくついておりますが、やれ、目かけに出ろの、それが嫌なら、上路に売るのと無理難題を申し、まだそればかりではありません。兄貴というものがございますが、私には、 義理ある兄でございまして、私のようなものを捉え、いやらしいことを言いかけますが、仮にも兄弟でそんなことはできませんと突っぱねましたら、私を憎み出し、おふくろと2人していじめますゆえ、4、5年前から駆け出してしまおうかと思いましたが、参るところもないので、仕方なく悪党の親子のそばにくっついておりますが、おふくろが、 やけしにますれば、どんなつらい方向をしても、私は、かたぎになりたいと思っております。かくえもん、そりゃあ、えれえこんだが、何かほかに親類でもあって、預けてゆくところはありゃしねえか。私には、親もきょうだいもないものを、助けて、小さいうちから育てたのだと、おふくろが申しておりますから、なんにもございません。 いくつぐらいから育てたのでがんす七つの時から育てたのだと申します。でも実の親がありやしょう。あるのでございましょうが、どこにおりますやら一向私にはわかりません。こりゃ困ったが、実のカカ様の名は何と言いやすか何と申すか存じません。それじゃあ。 尋ねる手がかりがねえが、実の夫さんの名も知れねえかねえ。親父の名は、私の小さい自分、懐に抱いて寝ていながら、迷子にならないようにと口で教えたことをかすかに覚えております。本当か嘘か知りませんが、確か、本郷春木町、みそ屋の裏で、岸田うの助の娘、おえいといえば、はぐれないと言われたことが、 耳に残っております何岸田卯之助の娘だとはてねそんなら確か13年後穂積村の原中で賊のために門明かされた岸田屋宇之助さんの娘おえいさんかはいあなたはどうしてご存知これはたまげたご八なんとまあ不思議なことだのう。 58どうもまあ不思議なことでおえいさんが出てくるとは不思議なわけだしてみるとこの家事もなかなかいい家事だええはあ新兵をぶたねえでもあんたの実のおかかさまは達者でいるから会わせてやるべ本当のおっかさんに会わせてくださいますと それにはいろいろ訳があるが、話はうちへ帰ってからゆっくりしべえ。俺は沼田の下神殿という山国だが、お前さんの実のカカ様は、俺がうちにいるんだ。どうもまあ不思議なご縁で、どうぞお連れなすってくださいまし。実に不思議な縁だ。構わねえで行きやしょう。そのカカ様は尋ねないでもいい。 と急に支度をして3人連れ立ち、道ではおえいには何も深い話もせず、国へ帰りました。場面2、おかめとおえいは喜びの再会をします。用語解説、風のいい、要望がよいということ。三度傘、江戸大阪間を、 毎月三度往復する飛脚が用いた傘。ふんどし、ここでは腰巻きのこと。悪足、立ちの悪い常人のこと。国の方では江戸は大火事で、江戸中まるで焼けてしまったようなことを話しているところへ帰りましたゆえ、おかめ、おやま、 旦那、お帰り遊ばせ江戸は大火事であったと言いますからおけがでもなければいいとどんなに心配をしておりましたろうなんだか江戸は残らず焼けてしまったようなことを申しますしまた後で聞けば観音様は残っているという人もありどんなに心配していましたかしれません五八丼大きにご苦労だった五八へえ ただいま戻りやした。どうも江戸はえれえおっかねえところで、なかなかいいところだというのは嘘でがんす。そばからそばから火事が追っかけてきて、あっちこっち逃げ回って、ようやくのこんでけえってめ令りやしたが、孫子の代までやるところじゃありやしねえ。かくえもん、おかめ、江戸へ行った土産にいいものを連れてきた。 おい、こっちへおはいなんし。おかめ。おや、どっから連れてきたのというに、かくえもんは娘に向かい。こりゃ、おら、かかあだ。娘。これは、お初にお目にかかります。わたくしは旦那様のおかげさまで、こちらへ参りましたもの。何分よろしくお願い申します。おかめ。 そうでございますか。こんな山の中へよくまあおいでだね。久しぶりで江戸の風を見たが、どうもいい器量だこと。年はいくつ何十九だとえおや、そう、焼け出されて、それで、それはまあお気の毒な。旦那、これはどこの娘ですこれは十三年後、 おずみの腹でかどわかされたおめえの娘のおえいだよよく顔を見ろ何えこれがおめえの実のおふくろだよ」と言われ親子は思いがけなき再会におかめは娘の手を取ってつくづく顔を眺めながら「旦那様どうしてこの子を連れてきてくださいましたか」かくえもん。も なんとまあ不思議なわけで、この枝の火事の時、この娘も焼け出され逃げる途中、お袋に分かれ、一人で来る後ろから悪者に疲れ、持っていた包みを取られ、お袋にすまないというところから、身を投げようとするところへ、俺が通りかかり、助けた上で、様子を聞けば、これこれという話に、俺も飛び立つばかりうれしく思い、 すぐに連れてきたんだがなんとうれしかんべえ。おかめどうもまあ思いがけないこと大層大きくなったんでちょっと表であったって知れる気遣いはありません。お前が七つの時私がお前をおぶい慣れない旅をしてお前はかどわかされ私は悪者のためにすでに殺されようとしたところを。 ここの旦那が助けてくださり、それからのちご厄介になり、今では何一つ不足はないが、暑いにつけ寒いにつけ、朝夕ともにお前のことを少しも私は忘れたことはありません。本当にまあ、幼顔を見覚えているよ。旦那の前でこんなことを言っては誠にすみませんが、 線のつれあいのうのすけさんにまことによくにておりますよ。どうもまあ本当に思いがけないことで夢のような心持ちです。ちょっと立ってみなよ。まあ大きくなったことそしてふうのいいことちょっと座ってみなよ。ひとまわりまわりなよ。なぞといろんなことを思うし まず安心して千の名を呼ぶがいいとこれから名をも改めおえいと呼び助けとはいとこ同士のことゆえ行く末は目合わせるの心得で2月の末から5月の頃まで仲良く日を送りましたある日角右衛門が助けに言うのにおえいがまだご条下を見たことは安名から 一緒に連れててて行って見せてこう。沼田は時様のご領地でございます。助けはおえいを連れて参り見物させて帰ってくるとその後から続いて家へ入ってきた男は銅金作りの長物を刺しすげの三度傘を手に下げ酒焼きを生やし刷毛先を散らばし素足にわらじを吐いて「はいごめんね。 58へえどっから来た塩原角右衛門さんというのはこちらでごぜいやすかへえここでごぜいやす。今ここのうちへ2人連れで入った若いお方はこちらの若旦那でございますかへえ今こけい入ったのはおらうちの息子どんのたすけさんだがなんだえ その若旦那と一緒について入った美しい姉さんは、このうちの娘でございやすかおら、うちのおえいさんという娘さんだが、なんだえへえ、そうですか。そんならお前さんのところの娘にちげえねえのだね。おい、おっかあ、こっちへへんねえな。ばばあ。はい、ごめんなさい。と言いながら入ってきたばばあは、 年頃は556で、でっぷり太り、頭を結び紙にして、細かいかすりのひとえものに、黒ビロードの帯を前に締め、白ちりめんのふんどしを長く締め、ネズミ回帰の毛半に白い旅、朝浦草履というなりですから、五八はいろんな人が来るなぁとつぶやいていますと、ババあ、角右衛門さんというお方に、 お目にかかりてえもんだね。58おら旦那は高平村まで用があって行きやしておりやしねえ若旦那べえだそんなら若旦那にちょっとお目にかかりとう存じますたすけさんなんだかしんねえがあんたに会いてえという人が来やしたというに奥より出てくるたすけは今年二十歳で おとなしやかな息子で、陰銀に手を使え。あいにく、親父はおりましねえが、お言い置きでよろしいことなれば、私が受けたまわりをきまして、親父に申し聞けましょう。あなたは、ご子息さんでございますか。ただいまあなたと一緒に、ここのうちへ入りました娘は、こちらの娘子だと、このご奉公人が言ったそうでございますが、 一体あの娘はどちらからおもらいなさいましたかそれを受けたまわりとうございます。助け。い,いえ、もらったわけではございません。あれは私のうちの仙からの娘でございます。おとぼけなすっちゃいけません。ありゃ私の娘だよ。私は三田の三角のあだやという引き手じゃやのおかくというばばあだが。 あれは私の大事な金箱娘。この2月大火事の時深川を焼け出され逃げ出す途中ではぐれてしまい今日が日まで行方が知れないからだんだん手分けをして探したがどうしても知れなかったのがふと山の宿の山形屋という宿屋に泊まっていた客が娘を連れて沼田のこれこれのところへ 一緒に帰ったと聞いたゆえ、私も娘がいなけりゃ商売もできないことゆえ、せがれを連れて、恐ろしい開けない白い髪先なんぞという怖い山越しをして、ここへ来て沼田の五城下へ宿を取り、美月の間尋ねたが、知れぬのもどおり、こんな山の中にいるんだもの、甘っちょもばちだ。さっき城下で、 お前と一緒に歩いていたのを見かけたから訪ねてきたのさ。ここのうちのご子息が悪足になっているかどうだか知らねえが、どういうわけで誰に沙汰をしてお前のところの娘にしたか、それを受けたまわりたいのだ。助け。はい、どういうわけでガンスか、私から詳しいことを申したところが、お聞き入れもありやすめえし、 おやじは留守でがんすからおやじの帰るまでお待ちなすっておくんなせえ。高平まで参りやしたのですから明日は確か戻りやしょう。待たれやすなら明日まで待ってください。待たれませんよ。お帰りまで宿を取り銭を使っていられるものか今までどのくらいロギンを使っているか知れねえ。沼田のどこへ宿を取りなさるか 「そこを聞かせておいてくださりゃ親父がけが帰ったらおむけに出すようにいたしましょうから」「できません」「お腹がすいたから午前をごちそうになり旦那のお帰りまで止めておいてください」「若い主さんたらいえ水をくんできておくんなさい」58「大旦那が留守だから若旦那がいろいろ話をするのにわからねえことを言う」 何でもいい、私の娘をここへ連れてきて、我が物顔に娘でございますと言われて、はい、さようでございますかと言って消えるような人間じゃございませんよ。田舎じゃ小さい時から木綿着物で育て、教えることは糸繰りか織りくらいで済むけれど、江戸育ちの娘というものは小さいうちからおこぐるみ、その上、 金に明かして芸事を仕込み、「これから親が楽をしようと思っているのにその恩を忘れ親を見捨てて家出をするような甘っちょだからただは置かれないのだ」「まあごめんなさい」と言いながら上がりにかかるから58上がっちゃダメだ名主丼にそう言うぞ。どこへでも行ってそう言えこっちで名主へ出るのだ。 ぐずぐずすると、角明かしの罪に落とすぞ。何角明かしとは何だと言いながら、きっと詰め寄るを。小平<兵>。いやいやい、何をするのだてめえ俺のおふくろをぶつのかいやい、百姓、大まぬけ。俺のおふくろに指でもさすときかねえぞ。まごまごしやがると、 このうちへ火をつけるからそう思え。五八たまげた火をつけられちゃたまんねえ。と五八は江戸の火事で懲りておりますから驚きました。この剣幕に奥ではおかめとおえいがどうしたらよかろうと途方に暮れておりますところへ角右衛門が帰ってまいりましたがこの人は名主から三番目の席に座る家柄といい。 ことに分別ある日とゆえ、少しも騒がず落ち着き払いかの親子連れの大悪人おかくばばあと道連れの小兵を向こうへ回しかけ合いのお話はこの次に申し上げます。